古の飼育、にに従事する職能を持って朝廷に仕えた、古代日本の職業部。日本初期巻第十一には以下のような説話が掲載されている。仁徳天皇43年9月、よさみみやけのあゆはずいにしえが、あだしき鳥をとりて天皇に献上した際に、私はいつも網を張って鳥をとりますが、いまだかつてこのような鳥の類いを得たことがありません。 そこで、奇妙に思い、献上しましたと申し上げた。天皇は2年前にとあることがきっかけで来朝した、くだら王族の酒くんを呼び出して、鳥を示して、これは何という鳥だと尋ねた。酒くんは、この鳥の類はくだらに多く存在し、鳴らすことができれば、人によく従い、また早く飛んで、もろもろの鳥をとります。 くだらの人はこの鳥を名づけて、ともちと言いますと答えた。天皇は、酒くんに授けてこの鳥、すなわち鷹を養わせ、ほどなくしてその鳥は、酒くんになれ、いの差しを足につけ、奨励を尾につけて、腕の上に止まらせ、天皇に献上された。この日、天皇は、もずやに行幸して、有料をした。 その時メスキジがたくさん飛び立ち、そこで鷹を放って取らせると、たちまちのうちに数十羽を獲得した、という。天皇は、ゼノ月に、鷹海辺を定めた。時の人は、鷹を養う場所を、鷹外うと名付けた、という。以上が日本における鷹狩りの起源説話であるが、この話はこの技術が、朝鮮半島のくだら伝来であることを指し示している。両においても、 下勝笠が兵部省に所属しており、品部として、山和国、河内国、摂津国に高海部として17個があった、という、ありがとうございます。